1年目に2000万とか言って、で2年目に3000万とか言って、で池袋のドラマがやった年にいきなりそれがね7000万とかになったの。はい、こんばんは、石田優です。こんばんは、武井宏奈です。こんばんは、早川雄です。はい、さあもう今回も始まりましたね。はい、ました。暑いですね。いや暑いっすね。実は今エアコン入れるかどうか迷っていて、窓も開けられないしね。うん、あの実は今回はですね、あのとある編集者と、はい、あのこの前食事会打ち上げしてたんですよ。長編の連載が終わったん で、その時に小説家志望の今うちにいる若手の作家の人たちはほとんど全員が読んでいるっていう本があると聞いて、それ何と聞いたら、ザン、これだったんですね。書店で見かけた人多いんじゃないですか、これインパクト。タイトル強いよね。タイトル強い。松岡圭介さんの小説家になって億を稼ごう。うん、前代未聞、業界新刊って書いてありますね。これね、うん、しかも出してるのがまさか、まあどこかビジネス系なんだろうなと思って見たらまさかのね。そう、新潮なんだよね。新潮社なんだよね。自前でというか出したような感じですよ、ね。うん。で、この番組ではさ、いつも、その書くことについてとか小説の書き方みたいなことを何度もやってるじゃない。で、リスナーの人にも書きたい人が多いんで、じゃあこれちょっと読んで、きちんと。考えておかないといけないなっていうことになったんだよね。うんうんうん、で、お二人にもお勧めしたんだけど。はい。さあ、では行きましょう。はい。残1枚目。はい。これですね。小説家になって奥を稼ごう。うん、で、松岡圭介さん。デビューがさ、僕より早いの。はいはい、本当だ、結構前ですね。97年だから、ね、24年とか5年前。4年ぐらい。はい。うん。で、知ってるかどうかみんなわかんないけど、万能鑑定士っていう、うんうん、これは松坂桃李くんと、綾瀬はるかさんかな、はい、の主演で映画になってる。はい、で、この千里眼っていうのもなんか、割とシリーズで、有名になってるやつね、はい。で、これが今なんか、またシリーズになっている。高校に、テロリストが来て、そのテロリストを軍事的な訓練を幼い頃から受けている女子高生が次々と倒していくっていう、痛快なお話なの。僕は映画は見たことがあって、これの漫画読んだことがあるぐらいで、小説は正直言ってね、はい、読んでないんであんまりよくわかんないんでね、松岡さん。ということで、まあでも25年だからベテランですよ。うんうんうん、そうですよね。なので、その人が書く、奥を稼ぐ小説の書き方と、出版の世界での生き残り方っていうテーマなんだよね。うん、なぜこれを書こうと思ったんですかね、この人はね。今で、うん、今この25年で書こうと思ったのかね。うん、いやだからあれなんじゃない、やっぱりちょっと、周りがあまりにも暗かったからじゃない、今この世界大変だよ大変だよっていう話ばっかりで。このままだと作家になろうっていう人がいなくなってしまう。そんなことないんだけどね。なんか冒頭にもね、それは彼は書いてましたよね。そうだね。うん、夢を描かなくなるみたいな。うんうん、でも、はっきり言って欲を稼ごうと思ってさ、小説家になる人っていないよね。まあ、書きたいから書くっていう人がほとんどで、違う職業かもな。うんうん、さあではそこのところをまず行ってみましょう。はい。ザン。果たして小説家は稼げるのか。うん。これね、僕の感覚で正確にはわからないんだけど、はい、ベストセラー作家1位の人っていうのはだいたいね、まあ最高で5億円ぐらい年収。多分。意外です。もっといきそうな感じしますけどね。いや、昔は言ってるけど、この5億に関しては、本当に売れて5億ぐらいじゃないかな。皆さんが言うと説得力あるな。うん。だから、これに関して言うとさ、日本では漫画には全然かなわないんだよね。うん、うん。ね、ドラゴンボール全盛期の鳥山さんのさ、あ、前何十何億。そう、年収35億みたいなさ。すごいな。そう、メシか鳥山明かっていうのは世界とは違うよね。確かに。ただ、欧米に行くと、とんでもないのがいて、うん、ハリーポッターの J.K. ローリングは、1000億だからね。やばいっすよね。1000億。ま、丸の数が違う。まあ、正直、そんなに面白いとは思わないんだけどね。ハリーポッターだったら、もっといい同じファンタジーあるじゃん。ゲド戦記とか、ナルニア国物語とか、そっちに比べても、やっぱり圧倒的に、これはもう1000億超えてる、1100億とか200億だから。なんか全世界にこう発信さ、グローバルだね、そう考えるとやっぱりね、桁が変わりますよね。そうなんだよね。だから、うん、なかなかだね。そっか、でもこれ見るとさ、なんか面白くない？プロ野球の最高年俸、日本人の。
もう大体同じぐらい、野球、うん、あ、日本のプロ野球でやるとそうだし、世界行くとやっぱ何十億になりますよね、野球。そういうこと、そういうこと。うん、ただ、JK ルーリングから下にさ、そんないないよ。この人ずっと空いてるからさ。じゃあ、やっぱちょっと別枠ですね、もう小説家ってより、この彼女ね。そうだね、JK ルーリングがちょっと別枠になっちゃったかもね。小説家でそんなにこう、うん、なんか稼げるって思ったことがなかった、うん、なんか。あの小説家になるってさっきもイラさんも言ってましたけど、うん、奥を稼ごうって思って本当小説家になるじゃないじゃないですか別に、うんうんうん、お金稼ごうって思ったら違う職業選ぶっていう感じだからなんか、うん、まあついでに稼げたらいいかなみたいな感じなのかな、書くのがメインでね、うん、そう書く人たちはどうなんでしょうねその辺って。いやだからその辺はもう全然蓋を開けるまでわからない。ああごめんなさい、ヒロさんいい質問だと思うけど、うん、イラさんそのねご自身がやっぱりその書き始めていわゆるあの20代最後ぐらいの時か、うん、その出す時とかってどういうもうそんなお金のこと全然考えません。モチベーションね、うん、そうだね、まああの僕はその頃さフリーランスでコピーライターみたいなのやっていたんで、うん、本業で稼いでるからまあいい、うん、でもこれやっててもつまんないし夢がないな、広告ってつまんないじゃん、うん、まあ高校関係者には悪いけど、うん、やってて全然別に面白くないわけよ、まあ、人のもの売るだけだからさ、うん、まあそれだったらなんか自分でちゃんと自分で本当にこれは好きだっていうような仕事をしたいなと思って書き始めたんだよね、うん、だからそれで言うとね全然期待してなかったから、はい、1年目2年目で割と最初から良かったのは良かったの、うんうん、1年目に2000万とか行ってで2年目に3000万とか行ってで池袋のドラマがやった年に、いきなりそれがね、7000万とかになったの。なんかその時は本当にびっくりした。あ、そうか。小説家って、いや、本当に稼げたんだっていうのはあったね。いや、今の勝手になぜ僕笑っちゃったかっていう、うん、今のなんかイラさんが2000万、3000万、7000万っていうところこれオープニングで使われそうだなと、今日の。ああ、なるほどね。引き出す。ありがとうございます。でもね、なかなかね、難しいよ。難しい。ずっと続かない。そっかそっか。うん。まあ、なんか、ね、なんか狙っていけるもんでもなさそうですけど、そうだね、まあ、うん、狙っていけるかもあります。でも、あとなんかその、ね、うん。うん、何あ、いや自分の才能がそのままお金として返ってくるじゃないですか、うん、小説家って、うん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 、なんかそれがすごいこうなんて言うんでしょう、評価がお金で返ってくるからすごいなんかダメージが大きそうです、その減った時の。あ、そうだね。でも野球の選手もさまあゴルフも役者さんもみんなそうなんじゃない、うん、そうか、まあまあそうですよね、うん、確かにシビアな世界だな。だからこの本でですねどう、実用的にどんな風に、なんて言えばいいのかな。まあでも松岡さんの場合ははっきり、そのある種、その商品としての小説をどうしっかり書くかみたいなことにテーマを絞ってるんだよね。うん、だから逆に、誰にでも使える実用的な部分がたくさんあると思うんで。なんかリアリズムって感じでしたよね。リアリズム、ね。うん、そのあたりをちゃんと、紹介したいと思います。さあ、じゃあ、無料部分は、そうですね。この辺ですね。はい。お便り。はい、じゃあお便り、はい、いきたいと思います。フランスからいつも楽しく聞いております、はい、先日書店近所の書店で少年のフランス語版、うん、コールボーイを主人にプレゼントするため購入しました、はい、その際に男性書店員さんにこの本はお世辞抜きで素晴らしかった、この本のおかげで今まで知らなかった日本人の性の世界を知ることができるし西洋と違う考え方や感じ方をたくさんの人に読んでほしいと思ったよ、僕はこの作家の大ファンになったとぜひ伝えてほしいと言われたのでこちらに書かせていただきました、これからも作品楽しみにしておりますということで、 ありがとう。でも少年はさフランス人には受けるよね、うん、まあ、確かにですよね。そう、実はね以前ねそのフランスのブックフェアに、まあ、招待されていて、地元のフランスのさ日本の小説を出している版元のさ社長さんと飯食いながら話をしたのよ、打ち合わせで。2作目は、まあ、池袋が出てるんで次は何がいいかなって言ったら、いや集英社からこういうのがあって、うん、これは日本でも結構売れてるんだよっていうことで推薦した覚えはある、うん、それが本になったんだね、うん、これそれこそなんかフランスで映像化とかできないですか、逆に普通なのそうってこともない、うんね、面白いよね、うん、全然あると思うけど、うん、痛いな、でもそういうのさ、うん、まあパリでそんな話を聞くとちょっと嬉しいよね。いや嬉しいですよ、ね、ね、なんかその国によってもなんか受け止め方って違うでしょうし、もし映画化になるとしたらね表現の仕方もちょっとずつなんか
その国によって違うみたいなところがあると面白いなと思いますけど。そうね。うん。うん、いやー、はい、なかなかでしたね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ質問いきたいと思います。はいはい、昔の小説家の放蕩の話やゲスな逸話あれば教えてくださいという。うん、いや、ゲスっていうかさ、うん、昔はめちゃくちゃだったんだよね、みんな。そうなんですね。うん。そんなに立派な人、小説家ってどんな人がなる職業だったんですか、昔って。昔は山師とか詐欺師とか師頭のいい詐欺師とか山師みたいな人がやる仕事だったの。一か八かで普通じゃないですか、そう、なんでだろう、ね、だってそれそうじゃん。究極のことを言えばさ、うん、だって空想とかホラー話でお金を稼ごうと思うような人っておかしい人じゃない。人の心を動かすわけですからね。そう、それをどう使うか。そう、だからそれが素晴らしい面に来れば、うん、まあアーティストになるし、うん、ね、ひどい方に来れば本当の詐欺師になっちゃうからさ。なんかこう今現代でいうとこう小説家とかって、うん、こう割と崇高な職業っていうイメージの方は強いですけど、いつ頃からそうなったんですかね、じゃあ。いや、だからそれはもう本当にここ何十年かで。それ以前はさ、小説家が家に来たら娘を隠せって言われてたんだよ。え、どういうことですか、なんで。いや、だから、結婚して子供がいても、うんうん、女の子と見れば誰かで構わず手を出す、うんうんうん、どうしようもない公職感であるっていうようなことを、肩着の人たちは言ってたわけよ。役者だったり、小説家だったり、音楽家だったりするのはみんなそういうものだって。あ、でも、家宅の人とか見ると、ちょっとそう思いますね。うん、まあ、彼は。でも、家宅の人のなんては、小説としては本当に素晴らしいじゃない。ですよね。なので、うん、まあ、なかなか難しいところだよね。エピソードは本当にいっぱいあるんだけど、ここでは言えないんだよね。あ、なるほど。じゃあ、無料部分で聞く質問じゃなかったですね。そうね。高速道路で移動中に急に怒って、車を止めろって叫んで、うん、お前たちなっとらんって言って、高速道路の道端に全員正座させた。うん、その作家が怒って。そうですね。そっから何をしたかっていうのはちょっと無料部分で本当に言えないんだよね。下世話の話なんだけど、これはとある有名な作家の実話なんだけど。何それ、聞きたい。いや、言えないよ本当に。言えないんだよ、もう、もう聞いたら大笑いするんだけどさ。じゃあ後でこっそり教えてもらおう。はい、ありがとうございます。はい、まあ、そして、はい、番組からお知らせがあります。6月にまたオンラインの公開収録、すみません勝手に作ってます。本当だ。私の、あんな意味が私になってる。世紀の創作不可欠な感性、ボーイズラブということですね。いいね。今回これが受けなかったら大人じゃやめた方がいいんじゃないかという必殺。いや、本当そう思うよ、うん、石田イラと勝手に書いてますが、いや、強い企画、うん、題して21世紀の全クリエイター必修、ボーイズラブの世界です。イラさん、一言お願いします。いや、今なんていうのかな、とにかく、男女感が古いとダメなんだよね、クリエイターは。うん、生き残らないの、古い人は。なるほど。なので、もしこれから何かを作りたいとか、アップデート、今の時代にアップデートしたいっていう人は、やっぱりここのところは抑えておかないといけない、うん、エッセンシャルな部分だということで、今回テーマに。で、特にね、素晴らしいガイド役として、はい、ボーイズラブ40年の大ファン、武井さんがいるので、はい、ぜひ頑張ってもらいたいなというふうに思っています。はい、はい、これちょっとあれですね、はい、ちょっとせめてこう目をちゃんと開いてる写真が良かったなって。ちょっとそうだよね。これ大丈夫さ、ね、日向さんさ、はい、記事の写真すごいよく撮れてるじゃん。あれ使いたかったね。え、何でしたっけ。ちょっと待ってください、これね。これちょっとフォローしますが、これこれ収録時だと、これ実はこのページまでできてないんです。できてない。ここに動いてる広野さん入りますから大丈夫です。あ、なるほど。そうです、はい、ご安心ください。広野さんのちょっとその今の混んだ広野さんが怖かったんで、そこは。そうそうそう。うん。角川の写真がすごい出来が良かったんで。写真ね。はい、そう、はいはい、あれを使えば良かったんで。修正をしまくりのね。はい。ということで、6月23日8時から、またオンラインの、Zoom で開催しますので、よかったらチェックしてみてください。はい、さあ、そして、こちらもやってますね。おとらじのマガジン版ということで、うん、僕らね、毎月、せっせとエッセイも、書いていますが、今回は5月号ということで、独学大全の話ありましたね。はい、語り尽くし、そして江戸の性風俗事情、
そして、もろもろありながら、書き下ろしエッセイということで、うん、イラさん、運動、運動、運動不足というタイトルね、まあ、中身は内緒ですけどね。いや、もうね、はい、そのおかげでひどい目に遭ってるんですよ、はい、今。あ、それで？来週の収録で。それのせいじゃないんですけど。あ、それのせいじゃない。もう本当に今、地獄で、椅子に座っているだけでも大変っていう、はい、見た目じゃ分かんないよね。いや、もう、今、すごいサポーター巻いてるからね、腰に。あら。この辺はまた来週ね詳しく聞きたいと思います。はい、はい、ということでこちら、オトラジのマガジン版 Kindle で、はい、アンリミテッド会員の方は無料で読めますのでこちらもぜひチェックしてみてください。ということで、小説家になって多くを稼ごう、この後後編でたっぷりと、お話をしていきたいと思います。それでは後ほど。はい、要するに松岡さんのこの本はミステリーとかラノベを作る時の徹底的な実用書なの、うん。僕も意識して三幕物で書いたっていう本あるよ。どれだろう。2作目に書いた。昔は、実は小説を書く場合は、短編を書けって言われてたのよ。ああ。短編を書いて、いろいろなその人間を見る目とか、人をスケッチする力とかをつけていく。うん、松岡さんが言うには、長編を書けと。うん、そして、それを編集者に読んでもらおうと。うん、